みんな元気にやってる？いつも元気な澤田パパです。ママです。パパです。澤田ファミリーでーす。さあ、エンドラ倒しに行くよ。でエンドラを倒すのに今足りてないもん何か分かってる？技術。違う。リアルなのちゃってる。エンダーパール。ピンポーン。エンダーパールです。でなんでエンダーパール足りてないかというと、エンダーパールを取りに行っても帰りに全ロスを繰り返しちゃう。無事に持って帰れないの。元も子もねえな。その解決方法を見つけたのパパ。ほう。このゲームに名前なんだっけ？チェスト？ちょっとエンダーチェスト。そう、エンダーチェスト。エンダーパールを取りに行った場所でエンダーチェストにエンダーパールを入れておけば、帰りにマグマダイブしてもこっちにエンダーチェストがあったら取れるんだよ。じゃあ2個あればいいってこと？そう。はあ。というわけで今日はエンダーチェストを作っていきましょう。何ですか？もうすでに揃ってます。おこの数少ないエンダーパールとブレイズロット、すげえ。これを使ってエンダーアイを作っていきます。はいはい。パウダーにするのか。あ、そうだよ。聞いたことあるブレイズパウダー、うん、おにゃんこの目できた。やば。澤田ファミリー初のエンダーアイです。初だよね。初めて。トエンダーアイを真ん中に置いて、ほう、周りに黒曜石を置くと、なんとエンダーチェストが2個作っちゃうよ。見せ見せて。トントーン。ついに澤田ファミリー。ちょっと待って、この画面だとアイテムが見えない。なんだよ。ちょっと待って。投げて投げて。じゃじゃーん。わー、すげー、かっこいい、かっこいい。エンダーチェストです。かっこいい。カオちゃんいなくね？外いる。なんでやねん。なんでやねん。澤田ファミリー初のエンダーチェスト作っとる言うとんねん。なんでやねん。木植えてた。どこにいんの？外。怒らないから帰っておいで。そうしたら怒るやん。怒らないから帰っておいで。大体怒るやん。大丈夫、帰っておいで。パパが今まで嘘ついたことあった？帰っておいで。早く帰ってこんかい。どこまで遠出してる？どこまで行っとんねん。帰ってきた。帰ってきた。反省してるみたいだな。反省してるみたいだ。あ、ちょっと開けたら閉めた。サワダファミリー。姉さんに入るとき必ず言う。よし、バーバーバー。来た？はい。あ、え？突き抜けてきた。え？パパの画面だとドアでバーンって閉めてママ閉じ込めたのに、うん、ドア突き抜けてきた。怖かった。あずさだからな。すごくホラーだった。あ、青森だ。ここです。青森だ。あの伝説のエンダーパール会をやった。ちょっと入れてる入れてる。開けたら閉めろ。チャーク。あ、エンダーパール ここに7個あるやん。そうなの。それを持って帰れないんだよ。あ、そういうこと。何回も死んでんのパパ。だから、うん、それを持ってきたの。そう、ここにエンダーチェストを置きます。 OK、何個取る？30個ぐらいだったらさすがに安心だよね。さすがにね。いくら澤田ファミリーの30個あったら大丈夫だよね。いたいたいた。ファンなんです。乗ってもらえませんか？ファンなんです。 ありがとうございます。ひどい。ほれ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 。ひどい。アジシャのものになればいい。アジシャのものになればいいのよ。怖い。全然近づいてこないね。ママの顔を見て近づかないのはもう前回の撮影で実証済みだから。ああ、じゃあもう脱げますか。退出しましょうか。この可愛い顔を置いて。可愛い顔を置いて。エンダーマンって実はもっと人間だったらしいよ。え、かわいそう。エンダードラゴンが人間の数が増えすぎるとモブとのバランスが崩れるから、うん、人をエンダーマンにしていってんの。だからエンダードラゴンのあそこっていっぱいエンダーマンいるじゃん、うんうん、あれはエンダードラゴンが人をどんどんエンダーマンにして。今作ったんだけどねパパが、うん、そんな気がしたよ。嘘。あずさそんな気がしてた。
かほちゃんは意外と信じたよね、うん、素直だから、ね、信じた普通に。もしもし、もし目合ってますよね。目合ってますよね。もじもじしてる。ママ見てもじもじしてる。大丈夫、おいで。何もしない。何もしないよ。大丈夫、おいで、ほら。エンダーマン。好きって言っちゃえばいいじゃん。好きって言って、見返りを求めなければいいじゃん。来いよ。どうした？おい。何を固まってんだ？あ、やっぱり。ママが見てた。ママが見てるとエンダーマン来ないから。本当に来ないじゃん。本当にどっか行っちゃったよ。なんで。ほらよかった、パパこれで9個。おー、そうで1個でしょ。で1個ってことでしょ。1個1個。あ、おひとしてる。もう1個。ナイスー、ナイスー、やったー。急なオンリーさん。やったー。やーやーい、来ない。やーやーい、やーい、エンダーマン、お前の母ちゃん、デーベソー。よくあるやつ。いいな。だからこのゾンピグが多い気がするんだよね。ゾンピグが。確かに。ゾンピグが。うわー、めっちゃ詰まってる、めっちゃ詰まってる。めっちゃ詰まってる。ヘイブラザー。ヘイブラザー。ヘイブラザーじゃねえよ。かっこいい。お、かっこいい。おー、めっちゃ。かっこいい。めちゃくるよ。大丈夫。でも、確かに。その豚どもがいなくなったら、豚ども、エンダーマン出てきやすくなるかもしれないね。ワンちゃんね。大丈夫？大丈夫？ね、大丈夫？つけ？パパが血吐いてる。微妙に届かねえこいつ。うい、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 前から来た。お助け、お助け。エンダーパールが今日集まるじゃん、うん、そしたらもうエンドラ戦だよ、うん、なんか緊張してきた、うん、いよいよ緊張はしないか。普段ドズーシャを見ちゃってるから。もう我々あんな風にできないんだよ。できるような気になっちゃったもん。もうちょっと豚丼も倒すか。ないなぁ。そうわ、2段でいけんだ。いや、2段でね、あれ3段だったから。むしろこれ、経験値トラップこっちの方がいいんじゃない。あー、なんか弓、弓、もしかして弓。違う違う、剣だよ。あ、死ぬかもね。死ぬかも。こっち来た方がいいよ。はっはっはっ。うわ、めり込んでる。こわ、手見てんの。こわ、ホラーやん。怖い。パパさ、3段積んだつもりだけどさ、2段だよ。あの、ここの、こっちから3段積んでるから、うん、実質2段だよ。何言ってるかちょっとわかんないけど。本当だ。3段置いたつもりだったけど、2段だったわ。でしょ。本当だ。ってなった。おー、ガストー。ストー、うわー、ちょ、逃げろー、逃げろ、逃げろ、逃げろ。びっくりした。おうちおうちおうちどこ。え、あ、ねえ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 がいなくなった。え、ねえねえがはじけ、あ、パパが、パパがはじけとんだよ。うん、パパがはじけとんだ。なんだ、じゃパパなり、よし、ふぅふぅふぅじゃねえ。あれ、パパ今持ってたエンダーパール。いや、エンダーパールはない。おし、ちょ、試しに、まあこれだよ。下手したらロストしてたエンダーパールがさある。あれ、これ全員分ってこと？パパの分だけってこと？パパの分だけ。パパの分だけ。あ、死んだ。あ、え、あ、おいまさに今から向かおうと思ったら、油断したね、かおちゃん。ママだよ。うちじゃないよ。エンダーチェスト作っていけよかったね、やっぱり。本当だね。じゃあ最後、すべてエンダーアイにしましょう。ください。エンダーパールください。ありがとうの言葉もないわけ？え、お疲れ様とか言わなかったっけ？ありがとう言ってないね。ありがとう、ちょうだい。さっさとよくさやったけど。なんかボソッと。いやー、ごめんなさい。ごめんなさい。お、11個。すごーい。すごーい。あ、めっちゃ多いじゃん。すごーい。29個だ、これで。ナイスー。ナイスー。で、3個あるから。
32個。これ十分でしょう。さすがに足りるでしょう。やべ、現実味を帯びてきたな、エンドラ戦が。そんな大した話じゃないはずなんだけどね。1年かけて RTA 始まりましたね。やっと終止符が1年ちょっと過ぎてますけど、まあでもエンドラを目指し出したのはこの新しいワードになってからだから、確かにまだ8ヶ月ぐらいだ。8ヶ月、正確には だいぶ経ってますけど。さあ今日はエンダー愛をついに29個も作りました。おめでとうございます。頑張ったな。初心者の沢田ファミリーがついにここまで来た。長かった。頑張ったね。ネタで多分200回ぐらいパパしんどるマジで。ぜひ沢田ファミリーのエンダードラゴン討伐をグッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。お願いします。またねー、バイバーイ。お疲れー。お疲れー。ウィ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 。もう消えた。早い。チャンネル登録よろしくね。